い、どうもどうも。今回もザクザクアクターズをやっていくぞ。前回に引き続き、まだまだ続くかなちゃんのセクシーイベントやり直しの旅。今回の舞台はザンブラコ港。いやーもう懐かしいね。私の動画シリーズだと8ヶ月前。あれから立ち絵が2回も変わったものだ。うおー、にわかマッスル。君、そんなにマッスルだっけ？腹筋2段ぐらい増えてない？あとそのバラは何なんだお前。ハピコはめっちゃ可愛いな。初期絵だとデフォルメ効いててマスコット感が強かったけど、今の絵柄だとあまりにも美少女。相変わらず悪友感の強い2人だ。あと80年ぐらい、死ぬまでこんな関係性でいてほしい。あとハピコの表情、いいね。糸目美少女にはニヤッとしてほしいからよ。ハピコをガン見してたから全然話を聞いてなかったけど、討伐云々言ってるのは本来の大ダコか、それともタコ大明神か。かね、あ、バラはイメージ映像じゃなくて本当に加えてるんだ。まあマッスル一人だと逃げられるのはわかる。少なくとも私なら筋骨隆々の海パンが近寄ってきたら目を合わせたまますり足で距離を取りますね。マッスル、初見の美少女への対応がキモいな。でもまあメニャーニャちゃんが美少女判定なのよう分かっとるで。マッスルはている大ダコと違う。まあ人面がついてるもんね。町民もさぞやびっくりしたことでしょう。
うむ、ベル君と一緒にオダコを倒しに行くっていう展開は変わらなさそう。左上にいるし。そうなるとベル君の水着が気になる。ショタにはトランクスタイプの水着を着てほしい、委員会会長としてもな。ほほう、力の使用に距離の制限があるとな。夢の世界だから何でもありだと思ってたけど、タワーの女神様ができることは限られてるんかな。メニャーニャちゃんが嬉しそうで私も嬉しいよ。マッスルは待っててな。いや、帝都防衛戦の時に忍さんに対しても複雑な感情を向けてたのに、今では忍さんの後追い推理でもくっそ嬉しそうなメニャーニャちゃん、本当に仲良しな関係に戻れたんだなぁと感慨深いですね。魔王タワーで寝られる場所、いやあるっちゃあるんじゃない。エントランスの休憩所とか天国とか魔王スカイツリーとか。あら、ベル君かわいいね。トランクス水着助かる。切れ込みがえぐい水着はマッスルだけでええんや。1万チー、10万円ぐらい。ピンチの町にはなかなかの痛手だな。
お、ベル君といえばその大なり小なりの目だよな。かわいいね。うん、100% 忍さんだな。人間のままでよかった。まったく大名人にさらわれたんなら無事だろうし、追跡もしやすいですな。そうか、この頃は忍さんって怪奇、いろんな場所でマナジャム栽培女って感じでしたね。うむ、この世界ではこのメンバープラス忍さんっぽいな。タンクとヒーラーが加わってバランスもいい。メニューリカバーが使えないのはちょっと面倒だけど。といったところで今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。